皆さんこんにちは。NK フォトチャンネルの中村です。今回はプロのカメラマンとして生きていく上で注意していることをお話しさせてください。今回のテーマは、旧大展の写真を撮るということです。これから建築写真をやってみたい方や、学生の方へ参考になれば嬉しいです。まず、旧大展といっても、大前提としてカメラマンはいつもベストな写真を目指して撮っています。 具体的に私は一つの現場で30カットから50カットくらい撮っています。30カットから50カットを1日で全てベストショットを撮るのは経験上難しく感じています。ベストショットと9大点の写真を混ぜて一つの現場を終わらせるようにしています。ここで大事なのは大失敗の写真は0枚にすることです。なぜ9大点の写真を目指すのか説明します。 建築の現場はいつも何が起こるかわかりません。自分の思った通りの時間に撮れないことも多くあります。短い時間の中で撮る場合は自分のペースで撮ることができません。具体的に言うと、現場に引っ越しの業者さんが入るので午前中で撮り終えてほしいや撮影する予定の部屋の中に建築の資材が置いてあったり、掃除の業者さんが入るから下の階から 順番に撮っていってほしいなど様々なことが起きます。午後の光で撮りたかったカットも午前中で撮ることになります。思った通りに撮れないからといって大失敗な NG の写真を提出すると次から声がかかりません。旧大点の写真を目指さなくてはなりません。旧大点の写真はどういった写真でしょうか建築写真の場合においては水平垂直が出ていること。 建物に日が当たっていること。必要なものが画角に入っている等でしょうか具体的に写真で見比べてみたいと思います。まずこちらが NG 写真です。これはどんなに現場が忙しく大変でも絶対に提出してはいけない写真です。水平垂直が出ておらず、建物に日が当たっておらず、曇っています。もう一枚。 こちらも NG 写真です。これは水平垂直は出ていますが、建物に日が当たっていません。これもクライアントには見せない方が良い写真です。次が旧大展の写真です。水平垂直が出て建物に日が当たっています。空は曇っていますが、今の時代ですとパソコンを使って空を青空にすることができます。 もう一枚はこの現場でベストな写真です。日が差して青空が出ています。4枚を見比べてみたいと思います。こちらが、えー、クライアントに出さない方がいい NG 写真の1枚です。そしてもう一つはこちら。太陽が出ておらず曇っていて、こちらもクライアントには見せない方がいいと思います。そして9大点の写真がこちらです。 建物に日が当たって、しかし曇り空ですが、曇り空は最悪の場合、青空に修正することが可能です。もう一枚戻って、今の現代の技術では、日が当たっていない建物に日を当てるというのは難しいと思っております。そして最後に今回撮れた一番いい写真がこちらです。 次にベストな写真を撮るためにやっていることをお話しさせてください。スケジュールを提案する。建築の現場は多くの会社や人が関わるため、細かくスケジュールが組まれています。撮影のタイミングも決まっています。スケジュールは決まっているのですが、天気の状況を見て、スケジュールを無視してでもより良い日を提案するようにしています。 撮りたい時間を明確に伝える。建物の中で重要な場所は綺麗に撮りたいので、何時から何時までそこを撮らせてほしいと伝えます。伝えるときには明確に時間を指定するとうまくいくことが多いです。曖昧に綺麗に撮りたいんだと言っても、なかなか現場は協力はしてくれません。遠い現場でも下見に行く。 よほど時間がない時以外は必ず現場を下見して打ち合わせをしています。ぶつけていくと時間配分に追われてとても大変です。事前に行って太陽の位置や構図を考えています。最後に、3割ぐらいベストな写真が撮れればいいという気持ちで毎回望んでいます。10カット撮って3カットくらいいい写真が撮れればいいと思います。 野球選手でも3割打つのは大変なので、すべていい写真が撮れなくて当然だと思っています。長い目で見て安定した写真を撮れるように気をつけています。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしかったらチャンネルの登録もお願いいたします。また次の動画でお会いできたら嬉しいです。それではまた。